ティキンソン軍は、アメリカ合衆国カンザス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は19,754人であり、2000年の19,344人から2.1%増加した。軍庁所在地は、アビリーン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は、 ニューヨーク州選出アメリカ合衆国上院議員を務めたダニエル s ・ s リキンソンにちなんで名付けられた。1887年、モンロー・ヘリントンという男が、軍内ヘリントンの町を通して、シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道を建設させることに、成功した。ヘリントンはその町が、分岐点になるべく、土地と通行権を与え、そこに店舗、2つの丸や 荷物置き場、ブリッジアード、電報室など多くの建物を建てた。荷物置き場と2階建て駅舎には、石灰岩を供給した。駅舎は 28X66 フィートあり、後には 28X105 フィートに拡張された。1914年の鉄道路線図1887年、シカゴカンザスネブラスカ鉄道はトピカからヘリントンに、至る幹線を建設した。 この幹線は、トピカ、バレンシア、ウィラード、メープルヒル、ベラ、パクシコ、マクファーランド、アルマ、ボーランド、アルタビスタ、ドワイト、ホワイトシティ、ラティマーアーを呼び、ヘリントンを結んだ。この年、シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は、ヘリントンからプラットまで幹線を延伸した。この延伸部は、ラモナ、タンパ、ダーラム、ウォルデック、カントン、ガルバ、マクファーソン、 グローブランド、インマン、メドラ、ハッチンソン、ホワイトサイド、パートリッジ、アーリントン、ラングドン、チューロン、プレストン、ナトロナ、プラットを結んだ。1888年、この幹線が、リベラルまで延伸された。さらに後には、ニューメキシコ州、トゥクムカリとテキサス州、エルパソまで延伸された。この線は、ゴールデンステート線と呼ばれた。 1887年、シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は、ヘリントンから、コールドウェルに至る、南北方向の支線を建設した。この支線は、ヘリントンから、ロストスプリングス、リンカーンビル、アンテロープ、マリオン、オールン、ピーボディ、エルビング、ホワイトウォーター、ファーリー、ケチ、ウィチタ、ペック、コビン、ウェリントンとコールドウェルを結んだ。 1893年までにこの支線は、テキサス州、フォートワースまで順に延伸された。この線は、オークトと呼ばれた。シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は1891年に、倒産し、シカゴ・ロック・アイランド・パシフィック鉄道に、買収された。さらにこの会社は一世紀後の1980年に、閉鎖され、オクラホマ・カンザス・テキサス鉄道に再編され、 1988年には、ミズーリパシフィック鉄道と合併し、1997年には、ユニオンパシフィック鉄道と合併した。地元の人はこの線を、ロックアイランドと呼んでいる。1887年、アッチソンとピカアンド、サンタフェ鉄道が州内ネバから、ネブラスカ州スーピアリアまでの支線を建設した。この支線は、ストロングシティ、ネバ、ロックランド。 ダイヤモンドスプリングス、バーディック、ロストスプリングス、ジェイコブス、ホープ、ナバーレ、エンタープライズ、アビリーン、タルマージ、マンチェスター、ロングフォード、オークヒル、ミルトンベール、オーロラ、ハッシャー、コンコーディア、カックレー、コートランド、ウェバーを結び、ネブラスカ州のスーピアリアをつないだ。ある時点で、ネバからロストスプリングスまでの線路は撤去されたが、 通行権は放棄されなかった。この支線は当初、ストロングシティスーピアリア線と呼ばれたが、後に短縮されて、ストロングシティ線となった。1996年、アッチソン・トピカサンタフェ鉄道は、バーリントンのーザン鉄道と合併し、現在の BNSF 鉄道となっている。地元の人間は現在でもこの線を、サンタフェ鉄道と呼んでいる。 2010年、キーストーン、クッシングパイプライン、フェーズ2が、ティキンソン軍を南北に貫いて建設され、免税や漏洩が起きた場合の環境問題について、議論を読んだ。ホープと呼ばれるポンプ場が、パイプラインに沿って建設された。ティキンソン軍はアルコールを禁じる。すなわち、ドライの軍だったが、1986年に、カンザス州憲法が修正され、 住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は852.12平方マイルであり、このうち陸地は847.92平方マイル2 196.1平方キロメートル、 水域は4.20平方マイルで、水域率は0.49%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。リキンソン軍は24の軍区に分けられている。アビリーヌ市は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で、 人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。